どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、オフィシャルヒゲダンディズムのユニバース。この曲はですね、爽やかでダイナミックなんですけど難しい。しかもこれはですね、今のちょっと公開が延期でドラえもんのび太の宇宙小戦争という映画のね主題歌に決まっているんですけど、ちょっと映画はまだ公開されてないんですけど、とにかくこの曲はですね、すごいスケール感でかっこいいんですよ。でも難しいです。はい、濃厚にやっていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンはですね、初心者様、お待たせしました。これ初心者様でもできるようにめっちゃ簡単にアレンジしましたんで、まずは最初はシンプル簡単バージョンゆっくりやりましょう。で、後半なんですけど、これはもう悶絶ですね。もうシンコペーションとか16ビートのリズムがもうすごいことになってますけど、ちょっとガズレレ流の解釈で、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもうはるかに楽しいんですよ。はい、でも私音楽やってみたいけど不器用なんですとか、私楽器やったことあるんですけど諦めましたとか、そんな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、安心してください、すぐできます。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、そのような皆さんがもうあっという間にウクレレ弾いて歌える、弾き語りできるプログラムがあるんですよ。このプログラムを見て今もう全世界中の方がガズレレでも何万人もね音楽始めてますよ。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクここに貼ります。そこに行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですよ。これ YouTubeですから無料でできます。すぐ始めましょう。ここからです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今まで数が取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめっちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それでは早速やってまいりましょう。ヒゲダンのユニバース、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。ワン2 3 4満天の星の中、僕
は無の惑星さまよって泣いてこっちへおいで今日は帰ろういつの日ものに咲くユニバースああただ一つだけせいろヒゲダンのユニバースガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もうこの4つ弾きの簡単バージョンでもこの切ないなんかサビの感じとかこう惑星とかね流星とかこうなんかこうスケールがでっかい感じ表現できると思うんでもう皆さんまずはここで気持ちよく歌これでもね4つ弾きでコードは簡単にして今のシンプル簡単バージョンできたとしても歌がめちゃくちゃ難しいですか歌のこのリズムの拍とメロディーですねこのふんわり感を出しながらも16ビートのノリがもう歌でも16ビートのノリが出てるというこのねもう抜群のセンスこれ味わってください。で今聞いていただいて分かったと思うんですけどガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。主に2番の部分をショートカットしてるんですけどフルコーラスやりたいよという方、1番のコード進行を変えて2番の歌詞を書き足していただくとオリジナルの楽譜が完成されます。で最後ねヒゲダンのオリジナルでは最後のサビキーがドンと上がってかっこいいんですけどちょっとウクレレでやるとめっちゃ難しくなっちゃうんでまあ今回のガズレレでは初心者さん向けということで転調なしで最後のサビ繰り返すというふうにやっております。はい、まずはですね今やった初心者簡単バージョンの YouTube ガズレレ YouTube に合わせて一生懸命こう合わせて弾いてみてください。そこまでできたらもうほんと素晴らしいんですけどそこまでできたら次のステップちゃんとあります。次のステップは何かというと YouTube を見ずに今度はご自身一人だけで演奏してみる。これをおすすめします。その時にやっぱり最初楽譜が必要でしょうからね。この曲を覚えるのは結構大変そうですけど、でもやっぱ大好きな曲がいずれ覚えてきた。もし気に入ったらどんどん覚えてほしいんですけど、まず最初楽譜を用意したい。じゃあ、楽譜ってどうやったら用意できるのってことなんですけど、今ですね、見てください。このノート、今これガズ、このノートを書いて、これを見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこのカメラにこの楽譜を大写しにして、こんな風にメモるといいんじゃないですかということをシェアするんですけど、今このサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして今日のヒゲダンのユニバースを含むガズが今までもう毎日毎日書き溜めてもう書いて書きまくってるノート楽譜がもうものすごい膨大な数あるんですけどそれからですね毎月5曲皆さんが僕これやってみたい私これやってみたいという曲を自分の手元にダウンロードしてすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてねこのガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですねアプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとかとにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッションこんなのやったり、非公開の SNS があってそこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で皆さんの演奏動画をアップロードできる場所3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですねあともう一個これがあります。ドンガズレレ大学、こっちはですねもうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとかもううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ、大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。でこれはですねガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろうで、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんでぜひぜひ細かくチェックしておいてください。ユニバースオフィシャルヒゲダンディズムさん見て、ここ1って書いてあるってことは今日2枚に渡ってますよ。結構1枚じゃちょっと入りきらなかったんです。はい、見ていきましょう。ちょっとこのイントロここ見てください。やばくないっすかこれ、どうなっちゃってんのこれって感じなんですけど、これねすごいリズム難しいんですよ。で一応言っとくと、今やったシンプル簡単バージョンは C と E7 でしょ。この上のところ Am-C、Fc こんな感じでやっているの、本来ここ同じこと2回繰り返してるんですけど、かっこいいバージョンではここに矢印マークがあってシンコペーションがあるんで、ちょっとこの都合上2行書いたんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはこの1行だけイントロとして、やってこっちの歌に入っていたということです。ここはねちょっと後でもう決めの嵐なんでね、もう後で濃厚に解説するところなんでね。はい、じゃあここからAメロが始まっていきます。でコードは簡単ですけど、さっきも言って歌が難しいですからね、タイミングと音程
これはなかなかね、もう相当聞き込まないとですよ、これ。ファンの方も聞いていても一緒に弾くとなるとまたこれ難しいと思うんで、ちょっとよく見ておいてください。で、この下にくるっと囲ってるの、かっこいいバージョンでここどん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 ワンブロックに4つコード入って、どん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 コード変わっていくということで、濃厚になってます、この辺は。はい。そして、ここだな。B メロからこのサビに入っていくんですけど、ここにね、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、このタッターとか書いてあるじゃないですか。このタッターっていうのがね、結構キーポイントで、ここここにもタッターとか、これが決めでね、この曲の結構ねキーポイントになるところなんですよね。後でしっかり解説していきます。それでこの矢印マークはシンコペーションだよとかね、いろいろあるんですけど、テロップと一緒に照らし合わせながら書いてもらいたいんですけど、これ一時停止してさ、メモって書いてください、ね。この一瞬では書けないでしょうか。あとは動画のテロップを一時停止して書いたも分かりやすいかもしれないです。あともちろん、この楽譜そのものをガズクラブでね、ダウンロードしてくれたら一番分かりやすいっていうか、そのものですからね。はい、ご活用くださいということなんですけど、ここブリッジパートです。ここら辺も結構ね、難しいんですよね。はい、それでずっとやってくるんですけど、本来は、ここでね、転調する。キーが変わるんですけど、これはそのまま転調せずに、ガズレレで割って、ここまで来たら、最後のラストのサビに入っていきます。はい、ここで2番になります。これはサビ、1番のサビと同じコード進行なんですけど、歌詞がちょっと変わってきますね。で、最後、ここでもう終わっちゃうよ。これがガズレレアレンジでございます。いやー、なかなか山盛りです。ちょっと出てくるコードを確認していきましょう。この赤く囲ってるのは後半出てくるかっこいいバージョンです。今のはここに映ってる、これは9個のコードだな。1、2、3、4、5、6、7、8、9個。はい。ここだけで今のシンプル簡単バージョンやってます。こんなにいっぱいあるのと思うかもしれないですけど、安心してください。これはガズレレでもいつもおなじみの入門コードのグループのメンバーなんで大丈夫です。言っていきます。C、Am、F、D、D7、C7、G7、E7、Em7。この今映ってる9個のコードは、ガズレレ必須ごとという入門コードのグループです。このガズレレ必須ごとというのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めておようかなと思っている初心者の人に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループでございます。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら簡単ですよ。だって入門コードだから。でもね、1個ずつは簡単でも10個いっぺんに覚えようと思うと、あれ、この指はこれなんていうコードの名前だっけとか、これってなんだっけとか、いろいろそんなごちゃごちゃになっちゃうんで、私めちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画を撮っております。ここ、必見です。今日、ここで10個マスターしてください。今日出てくるの9個ですからね。はい。じっくり行きましょう、じっくり。これまずゆっくりね、やるのがポイントですからね。はい。じゃあ、この後かっこいいバージョンにどんどん入っていきます。いつもこのタイミングで伝えたいのは、かっこいいバージョンやる前に、特にこの曲は声を大にして言いたいです。歌、やっぱりこのタイミングとメロディーと、この独特の言葉の入り方、これはなかなかもう昨日一晩かかって私もこう分析してですね、ちょっとどんなのを私が見てたか見せますよ。やばくないですか、これ。これを見ながらこう解読してガズもね、もう昨日この赤ペン入れでも大変なことになってます。いやー、ということでこれもう何が何だか分かんないけど、僕が見るとこれ分かるんですよ。ガズはね、このぐらい書き込んで昨日分析しましたけど、まあ書き込むのが好きな人とも聞き込む人もいろいろいると思うんですけど、まあまあどっちにしてもこのすぐ聴いて歌えるって曲じゃないんでね、聞き込んだり書き込んだりしながらですね、自分のこの覚えやすいことで、まあとにかく歌を、まあある程度こうマスターして、それからかっこいいバージョンに行かないと、もうかっこいいバージョンリズムが超絶きてますからね。はい、歌をしっかりマスターして入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコードが4つ追加されます。はい、じゃあどんどんいきます。C、AUG。これは小文字の AUG って書いて、オーギュメントと呼びます。これは C を押さえておいて、4弦の1フレット、これです。弾いてみると、ちょっとこれだけの響きだと気持ち悪く感じるんですけど、曲の中で弾くとこれがいい響きになります。はい、次、ドン。A シャープ。これはですね、これちょっと難しい。ここと、ここと、ここと、ここ。はい。こんな風に押さえたりとか、ガズはですね、この1フレット全部バッチ制覇という押さえ方でこうやって押さえたりしますと。はい。この A シャープという、これがね、結構ね、キーポイントになるんですよね。で、ちょっと似たような感じでね、Gm7 も出てきます。Gm7 っていうのは逆に、今のね、A シャープの1個少ないやつなんです。こことこことここで、4弦押さえないの。で、A シャープはこことこことこことここだったでしょ。今度 Gm7 はこことこことここだけなんですよ。これもこんな風に押さえて、ちょいと立てる。これがいいかなと思うんですけど、これね、ちょっと押さえづらいという方は、この3弦からこう押さえてみると楽だっていう説もあります。いろいろトライしてみます。で、中にはこのぐらい反らないっていう人は、こうやって押さえたり、わかる?こうやって指をこうで1本ずつ押さえたりするのも、ちょっとチャレンジしてもらうのもいいかもしれません。あともう1個、F マイナー。これは初心者の人がいつも突っかかっちゃうやつなんですけど、押さえる場所、ここと、
こことここの3箇所。こんな風に押さえるのが教科書通りですけど、ガズはここの4弦の1フレットを親指でグッと押さえるよっていつも言ってます。親指で押さえると、押さえたい人は手首を上に、はい、人差し指で押さえたい人は手首を下に。これどっちでもいいですよ。皆さんがそれぞれやってみて、こちらがいいなと思うことを選んでいただければいいと思うんですけど、F マイナーどっちの押さえ方もまあ、押さえづらいんでね、自分でちょっといろいろこう角度とか変えたりしてね、いろいろちょっと挑戦してみてください。そういうわけで、この4つのコードを加えてやってみましょう。次、リズムなんですけど、今日はね、このリズム、ドン。16ビートと16ビートのチャット、カッティングですね。主にこの3つとなりますが、ひとまずこの今映ってる3つのリズムの解説動画、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚。その中にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされております。じっくりやったことない方は見ていただきたいです。どっちにしてもこの16ビートというリズムはウクレレのこのリズムの中でも、まあ、一番難しい最高峰レベルのやつでございまして、しかもカッティングっつうのももう悶絶なんですよ。ちょっとここではもう語り尽くせないので、もうまるでやったことないよという方は、今さっきのリズムいろいろところの8ビートっていうところから順番にストーリーになっているので、ぜひそのねセオリーに沿ってやってみてください。はい、じゃあ今日はちょっとリズムのこの辺の話、これからいっぱいね説明があるんで、リズムの細かい解説に入っていこうと思います。はい、じゃあまずイントロからです。イントロですね、ちょっとやってみようと思うんですけど、めちゃゆっくりやってますね。これめちゃくちゃ難しいですから、ワン、ツー、スリー、フォー、ツタダ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 、もう難しいでしょ。 C と E7 はいいんですよ、普通の8ビートのチャート。その次、Am-CAUG-Cオーギュメント-Gm-7C っていうのが全部裏でツタン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 やってみます。もう一回最初から、せーの、まずここが第一ステップです。はい、分かった、ツタンダ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 、はい、その次からやばくなりますから、最初からいきます。タッタダツタツタッタダツ、はい、これ来たでしょ、このタッタツツタッタツツツツタッタツツタッタ、このタツタっていうのが今回この曲のもうメインテーマですね。これサビでもこのリズム出てくる、ね、まずね、これ表記どっちと、これシンコペーションね、リズムがこう前にズコンとくる、このマーク、このマークよくあのガズレレ出てくるんですけど、この矢印マークはリズムが前にズコンと食い込んでくるよということでいつもあの表記してるんですけど、今回はね、それがちょっとね、あのさらにはあの分かりやすいように、タッターってテロップにもタッターって書いておくんで、このタッター出てきたらダッターってこうカッティングでやろうということなんですけど、ちょっと最初からもう一回やってみます。タンナカタカタカ E7 で、スタダツタダツタダツタスタッター、 F でスタッターですね。ツはチャッとやっといて、アップでタッタダチャカツタッカー、今度 Em7 同じスタッカー Em7、 今度あまた Dm でスタッタダツタッタで、最後の一回だけ FG7 ってやりたいんですよね。じゃあもう一回最初からめちゃゆっくりいきますよ、せーの、 C から E7、 ツチャータ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  FF Em7Dマイナー FG7、 はい、こんな感じですね。F のところからいくと FF だったかった Em7 だったかった Dマイナーだったかった FG7 だったかった、ズン。次、2行目っていうかこう繰り返しなんですけど、繰り返したところの頭がですね、このさっき出てきたこの矢印マーク、シンコペーション、ドーンと食い込んでくるさ、ここら辺がもう波状攻撃です。ちょっと最初からゆっくりやってます。せーの、C から F から A マイナー、C オーギュメント、G マイナー7、C、F、F、B マイナー7、B マイナー、F、G7、C、こんな今のシンコペーション分かった？FF、Em7、Dm7、FG7、未来がと歌に入っていきます。ここがね、ちょっとあのややこしいですね。ゆっくり F のところだけもう一回、せーの、FF、Em7、Dm、FG7、
最後の FG7 っていうのがね、ちょっとキーポイントかなと思います。はい、それ繰り返しのところのシンコペーションもお忘れなく、ここがね、今日の結構キーポイントになるところです。このダッダーっていうところ、サビでもね、また出てくるんで、ここのところね、よく何回も見てやっといてください。そしてこの後 A メロ、B メロが入っていくんですけど、これはですね、さっきも言ったんですけど、ワンブロック4つコードが入ってくるところがもうてんこ盛りになって、いきますと。でね、A メロはですね、16ビートです。16ビート、チャを抜いたやつ。ちょっとこう、パワーを抜いた感じで。で、B メロのところから16ビートのチャに入っていく。これでこうだんだん盛り上がる展開をしていこうと思います。ちょっと B メロの最後から、サビに行くところをちょっとやってみます。公園に一人ぼっち、砂場の回答よし、しゃがんで、ここ A シャープ。わかるはずないでも探したい。今の、わかるはずなくても、探した、この探したのところで G7 が入ってくるんですよ。探したのところで、ガしたで G7 また、チャッチャーってこういう風に決めを入れたいんです。決めというかこのフレーズというかですね、もう一回、わかるはずなくても、探した、レーゲンのままの、ツタータツタータツタ、これテロップにも書いてきますけど、ね、で、こっからサビに入っていきます。で、サビがまたキーポイント。ちょっとやってみますね。のままの心で暮らしてつたんだつたん笑ってないで答えないで、今のイントロのやつがまたここ応用編で出てきます。ちょっとこれ難しい。のままの心で暮らして、この暮らしてを A マイナー2回つたったらつたんだつたんだつたん、イントロのあの裏で来てたやつのリズムですね。これもう一回レーゲンのままの心でだったらつたんだつたんなんで泣いて答えも知ってなんでもしの中僕のだったらずどんどんずどんなんで泣いてこっちへどんどん涙とミステイク。こんな感じでいきます。まあお山盛りです。ちょっと難しいんで、もう一回ちょっと今歌なしでサビのところをゆっくりやりますね。よく聞いてください。ワン、ツー、レイゲン。こんな感じです。シンコペーションもまたここに加えて入ってくるんで、ここはもうね、テロップにも表現でききれないで、このタッターンのところではもうチャッチャーと入れるというふうに覚えておくといいと思います。そしてサビの後、本来は2番に行くんですけど、ガズレレショートカットバージョンでいきなりブリッジバートに行くんですけど、この星空を見ていた茶色くなるところなんですけど、これはね、聞いていただいたらわかるんですけど、決めが入ります。そこやってみましょう。星空を見ていた茶色くなるってのこんな感じ。もう読んで字のごとくテロップ通り、ダンダンツッターン、おい、ドードーツッターンですね。その後もブリッジ続けていきます。ブランコに揺られ、はしゃいでる姿、また繰り返す。歌と幸せを、行ったり来たりして、ここで行ったり来たりしてるとこは、ダーダーダードーン、シンコペーション。E7、E7、E7、ドーン、言葉に合ってます。行ったり来たりして、また A シャープになる。ここら辺はもう決めの応酬でも、しかも歌も難しいんですよ。これもう本当にね、もうなんかもう悶絶です。はい、その後は、本来キーが上がるところは上がらずに行って、またサビを繰り返す。まあちょっと今駆け足で説明しましたけど、やっぱりキーポイントになるのはイントロのフレーズとか、今サビのところが一番ちょっと難しいかなと思って、16ビートの中の決めですからね。あそこのとこちょっと何回も繰り返していただいて、やってみてください。これはね、難しいですよ、この曲は。はい。でも、ちょっと立ち返ってみると、最初にやったシンプル簡単バージョン、4つ弾きでも十分このね、歌とね、メロディーラインでほんと世界観を出せるんで、やっぱ自分が、できるところを4つ弾きのところにこう、
決めを取り入れていくっていう感じで、全部この通りにやるとちょっと難しいんで、だん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 付け加えていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。あとやっぱりそのね、このいつもそう思うんですけど、このテクニカルなこの技術の方はやっぱり夢中になっちゃうんですけど、そればっかり集中してると歌がね、やっぱおざなりになっちゃうのはちょっとね、ということで、やっぱり歌中心だと思うんですね、弾き語りっていうのは。まあ歌詞もしっかり読んでもらうと、ほんとね、この惑星とか流星とかさ、なんかすごいロマンチックな満天の星とか、やっぱりこの辺の感じのイメージ、まだちょっとドラえもんの映画公開されてないにしても、こう世界観、ユニバースって宇宙っていう意味ですからね、この、スケールでっかい感じのイメージもやっぱ持ちつつ表現していきたいなと思います。はい、それではですね、ちょっと難しいですけど、このねグルーブのねもう波にねクワーッと入っていく世界観大きめでユニバースヒゲダンかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。ヒゲダンディズムのユニバースガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。このグルーブかっこいいんだけど難しい、この掴めそうで掴めない感じですけどね、これ歌のメロディーなんかもそこに混ざるわけでございます。これは時間かかりますよ、これじっくりパートごとまずやるのがいいと思うんですけど、まあでも、ね、気持ちはいいんですよね。すごくこう伸びやかなこうスケール感をやっぱり感じちゃうんで、じっくり取り組んでいきましょう。ちょっとお知らせです。ですね、ガズさんですね、実はサブチャンネルやってます。ガズの奥さん、ハニーさんと二人でやってるチャンネルで、ガズの家というチャンネルがあって、新しい動画がアップロードされたんで、ちょっとここも覗いてみてください。あともう一個、これ。ガズレシピ、これでガズレレのアプリがあるんですけど、このアプリに最新ブロックのボリューム4という曲の40曲の曲が追加されました。このアプリめちゃくちゃ便利なんで、ぜひ皆さんちょっとこれ興味あるなという方、概要欄とか貼っとくんでね、ぜひご覧になってください。そして皆さん、新しいガズレの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、
ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。まあ、80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんです。そしてですね、はい、これ、このリッドミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな信号機みたいなこの本のこの緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって、4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天とかその辺の、オンライン書店をはじめ、いろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄などに貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。